イタリ生産者。旧約におけるアブラハムを三天使が訪れた記述を、イタリ生産者の掲示、象徴として捉える伝統が、聖教会にはあるが、そのもてなしの食卓の情景を描いたイコンをもとに三、天使の実が描かれたもの。イタリ生産者そのものは描けないのであり、あくまで象徴としてのイコンである。イタリ生産者は、キリスト教における三位一体の神を表す。 正教会用語であり、日本正教会で用いられる訳語。祈祷文においては、単に生産者、産者と訳されるケースも少なくないが、説教、文章、日常生活においては、至り生産者が用いられることがほとんどである。正教会においては、正教会における定義をもとに作られた、神学用語を代用となる語に置き換えることは望ましくないことであり、 イタリ生産者を三位一体という語に限定するのは誤りであるとされる。また、日本聖教会では、ザファーザーザサンザホーリースピリットに、父、子、精霊ではなく、父、子、精神の訳語を用いる。祈祷文では、三位にして分かれざる、一体にして分かれざる、生産者といった言葉は頻繁に現れ、日本ハリストス聖教会も、三位、一体という言葉、 そのものの使用を忌避しているわけではない。ただし、三位一体、三位一体の神のようにセットで、用いられることは、日本ハリストス正教会にあっては、日常の文章ではほぼ解無であり、祈祷文でも極めて稀である。三位一体は、別々に就職後として、正教会に等分において用いられるものの、主語や呼びかけとしては用いられない。自家教などの祈祷書で、 イタリ生産者と略して記述されている箇所において、図教者は以下の祈祷文を読む。イタリ生産者やが党を哀れめよ、主催やが党の権を許せ、聖なる者や望みて、我らの病を癒したまえ、ことごとく何時の名による。自家教1ページ2ページ、明治17年7月この祈祷文は、各種方針例の冒頭に、天の王 生産宿分、イタリ生産者、天主業の組み合わせの一部として組み込まれている。ありがとうございます。